ヤマル LNG から初めてタンカーに LNG を積み込む式典ヤマル LNG はロシアのヤマル半島北東部のサベッタに位置する液化天然ガスプラントである。天然ガス埋蔵量はロシア最大とされるヤマル半島を開発するこの計画は JSC ヤマル LNG が進めている。株式保有比率はノバテクが50.1%。 トタルと,と中国石油天然技集団が20%ずつ、シルクロード基金が9.9%である。総責任者はグレブルクセンブルグだったが、2014年9月に CEO がエフゲニーコットになった。かつてガスプロムが同盟の代替計画を提案したことがあり、提携候補としてエクソンモービルとこの子フィリップスが上がっていた。ロイヤルダッチシェルやレプソル、 ペトルカナダも可能性があるとされた。2014年クリミア危機からの西側諸国の経済制裁でロシアが資金調達できなくなった際は中国企業との提携で問題は解決された。LNG は主に南丹米イスコエガス電から供給され、その多くが北極海航路を通って中国に送られる。テクニップと日記と千代加工建設からなる合弁企業が設計。 調達、建設を受注遂行した。予想費用は270億ドルで3機の合計処理、能力は年間1650万トンである。関連設備は中国製が7割超を占める。1機目は2017年末に創業開始し、2021年までに完全稼働予定である。プラントに加え、開港と空港と発電所も建設された。発電所は テクノプロメックスポートが建設し、タービンはシーメンスが提供する。発電能力は380メガワットで2018年から稼働している。港湾建設は2013年9月に始まり、2018年に完工した。また、二つ目の LNG プラントであるアーティック LNG2 が対岸の議団半島で計画されている。一年を通して、 LNG を輸出するために、厚さ2.5メートルの氷を砕ける、砕氷船を15隻契約した。ヤマル LNG は、ソベカンフラットから1隻、商船三井から3隻、ダイナガスから5隻、キケイから6隻を借りる。大油造船海洋は16隻の複動砕氷式、ガスタンカーを製造し、それらをソブコムフロットが運航する。2017年8月、 最初の祭標戦のクリストフ・でマージョリーが19日をかけてノルウェーから韓国に移動した。ありがとうございます。